ラケットの劣化を見極める方法。はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。まあ、今回ラケット変えるタイミング、まあ、他でも違ったこう角度からお話し差し上げて思うんですけども、まあ、そっちもよろしければご参考いただいて、でやっぱりまあ最近こうテニスね、スクール もう今年で我々に変わって4年目突入して、で、まあ、ちょうどラケットこう変えるこうタイミングが多いお客様とかも、多くてですね、はい、お話し差し上げることがあるんですけども、ラケット変えるタイミングって非常に重要で、でまあこれはまあインストラクターのも悪いんですけどね、モデル変わるたんびになんかどうですか、その時だけ気づかずにどうですかって言うから、まあコーチ変わそうと思ってるでしょうみたいな、まあ、もちろんそれも間違ってないです、そのコーチによっては。ただやっぱり自分の感覚でやっぱり消耗品なので変えていくっていうのはすごく重要になってきます。ですから今回お話しする、この症状になったらちょっと検討していただきたい、特にこちらの視聴者の皆さんは、はい、今日35歳以上でテニス一生懸命、頑張っていらっしゃる方多いので、まあ一つの参考になればなと思います。あとコメントもいつもいただいてありがとうございます。非常に毒舌吐いてるものに対しても的確にお褒めの言葉いただいて、はい、本当に、やる気が出ます。よろしければチャンネル登録、高評価ボタン、コメント欄にご質問、ご要望、ご意見、ご感想をお聞かせいただけると幸いです。またテニスにお悩みの方いらっしゃったら、こちらのチャンネルを少し進めていただくとちょっとぐらいはお役に立つと思いますので、兼ねてよろしくお願いいたします。まあでラケットね、どういう時かというと、じゃじゃん、まあ今回は、はい、ちょっとね違うラケット、これなんかわかります？これ V コアの新作モデルなんですけど、まあこのラケットね、一番いいのはまあ2本持ちをしていくと、良いと思います。で、まあ、ただね、なかなか2本持てないって方もいらっしゃると思うので、ただ2本持ちということで何がいいかというとね、差が分かってくるので、そうすると、はい、こうパフォーマンスを落とすことなく次のラケットに変えていくことができますよね。よろしければ、まあ、それをこうね考えられている方は2本持っても良いと思います。で、まあ、2本持たなくても、まあ、こういった症状の時は気をつけましょうっていったお話差し上げていきたいと思います。まず1つ目は、もうこれ絶対変えた方がいいのは、同じプレーで同じ頻度で、まあ、たまにねブランクがあって、ね、1ヶ月ぐらい空いてまたテニスってなったら別なんですけど、ほとんど同じ頻度でやってるのに手首が痛い、肘が痛い、肩が痛い、もうこうなってきた場合は確実にラケットが劣化します。で、まあ、私とかもよく新しいラケットをいろいろと打たせていただくんですけども、ね、ラケット新しくなるだけでね、めちゃくちゃ衝撃来ないですよ。なのでこう打ってる時にちょっとなんか衝撃が来たり、ちょっと痛いんだよな、なんか違和感あるんだよな、とりわけ別に特別なね、例えばこうショット練習、スピンとかスライスとかね、特別なこう練習に特化もしないし、いつも通りやってるのになんかなってなった時は、その時気のせいだと思わないでください。でちょっと突き詰めてって、もしかしたらいろんなこう疲労が溜まって打ち方が力んでるかもしれないんですけど、ラケットのせいっていうのは十分ありえますので、はい、その時はちょっとラケットの交換、検討してみてください。で2つ目は、打ったボールが同じ感覚で打ってるのに、全然飛ばない、または自分がいつもナイスショットで決まってるはずなのに、なんか相手に簡単に返されてしまう、この場合ってやっぱりラケットが劣化してる可能性多いんですよ。でただやっぱり長い間張り替えてない方もいらっしゃいますので、例えば、ね、いきなりラケットこう買い替えようとしたら高価な買い物になってきますから、ね、そんな安くはないですから、まあ、ちょっと躊躇しましたね。その時やっていただきたいのが、ガットがどのくらい張り替えてないのかと、張り替えてない期間がそうですね2ヶ月超えてれば、はい、ガットのせいかもしれませんので、その時はまずガットを張り替えてみましょう。でそれで解決されるのであれば何の問題もないと思います。で特にこう技術向上させてテニス上達して強くなりたい、いいプレー増やしたい、いいポイント取りたいってなってきた時は、やはりこう劣化したまま使っていくと大きな壁にぶち当たったりとか余分な動作が増えてくるんですよ。
特によく僕思うんですけど、古いラケットを同じずっと使いやすいで使われてる方、使ってる分にはいいんですけど、どん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 飛ばなくなるし、ラケット自体は衝撃吸収しなくなるんで、もう余分な動作が多くなる。テイクバックでかくなって、ね、フォロースルーでもこうちょっとこねてしまったりとか、一番よく効率の悪い良くない打ち方になってしまいますね。はい、ぜひね、その時ガットを変えて、でガットを変えてダメだったらもうやっぱラケット、変えていきましょう。はい、でまだまだあるんですよ。でもっとこっちの方が、僕的には今赤い方のね、Vコアも使ったんですけど、で、この間こっちの、Vコア使ったら全然違うんですよ。でその一つの目安っていうのが、打ってる時にベインベインベインって音がする、変な音ね、なんか変な音がする、で、グリップエンドがギチギチ言う、これは衝撃耐えられてない。で、あとはカラカラ言う、こういう時ってちょっとラケットチェックをしていただきたいんですね。でどういった意味でこうラケットチェックをして、どういった観点でラケットチェックをしていけばいいかというと、まずベインベインって音がするときは、はい、これ確実にもうラケット劣化してますからラケット変えていきましょう。はい、でグリップね、ここ、まあ、ここがこう持った時ギチ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 言うのであれば、はい、ご購入いただいた専門店さん、ね、量販店さんでもいいですけど、このショップに持って行っていきましょう。ヨネックスさんとかって割とカスタマーセンターちゃんとしてるっていう話聞きますから、直接連絡でこうギチギチするんですけどって言えば、はい、まあ、どこで買いましたかってなります。まあ、そうなってくるとね、やっぱインポート品とかはね、なかなか取り合ってもらえないので、できれば正規ルートで買っていった方がいいのかなと思ったりしますけど、まあ、インポート品でもちゃんとしてるところは、はい、ちゃんと対応してくれますんで、はい、まあ、そういったねギチギチしてるときはラケットの劣化というよりもグリップのこのグリップエンドを止めてる箇所がちょっとね緩くなってる可能性があるので、その時はね一回直してもらってください。ほぼ無料で直してくれるんじゃないですかね。はい、でその時は、はい、治って平気だったら大丈夫です。でカラカラ言う時どういうのかというと、カラカラこう持ってここはカラ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 っていう時はグロメットの中に、はい、砂とかが入っている場合がありますから、その時は、ガットが切れた、もしガットを変える時にガット全部抜いた状態で、まあ、これとか、ね、新品だから全然大丈夫なんですけど、この縁に砂とか、特に日本の外のコートってオムニコートがほとんどなので砂が入って、その砂を取り除いてあげるだけでも全然違います。砂挟まったまま打ってるとね、どん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 この元のフレームを削ってしまって、はい、ラケットの劣化を促進してしまいますん でそれ取ってからから音がしなければ大丈夫です。であとはたまにグロメットが外れてて外でやるとね、日差し受けて劣化してポロンって取れちゃう、これが取れてる場合もね、その時はこれを取ってしまう、もしくはグロメットを全部交換してしまえば問題なくなりますんで、はい、その点も、注意して、はい、ラケットね交換劣化したかなっていうのを確認してみてください。はい、でまあ最後というか、このフレーム上の部分がもうボコボコだったりハゲハゲだったりしてきた場合って、これってグリップ上なんかまずいのありますかね。あ、もしもし、上まずいのないですかね、そこら辺にグロメットがボロボロのやつ、軟式とかないから、そうグロメットがねこのボロボロになってくると、もうここら辺のフレーム自体が削れてくるんですよ。でグロメットだけだとグロメットを交換すればいいんですけど、フレームだった場合はここら辺がもう削れてて、塗装を削れてる分にはいいんですけど、この中まで、ね、こう亀裂いってるとかひびとかいってるっていうのは、もうこれラケット変えていった方がいいので、こういう時はぜひ変えてください。ごめんなさい、うちお客さん結構取り扱い状態が良くて状態の悪いラケットがなかったんで、ちょっと今ご紹介できなかったですけど、まあ他のラケット動画で上げてるんで、もしよろしければちょっと探して、見て、ください。といった形でこの劣化してるね、ラケットで、もう一個あるのが、そんなに表面的に見えなかったってなった時にグリップチェックしてください。でグリップもうこれがツルツルだったりザラザラだったりすると、すごい打球感悪くなってるんで、ラケット劣化したように感じる場合もあります。でもう一個は元巻き、男性の方グッて握るじゃないですか。で結構元に巻いてあるグリップって
すぐにダメになっちゃうんですよ。そうすると衝撃受けてしまったりとか、強いボール打とうとした時にうまくこうグリッピングしてくれないんですよ。なのでこの元巻きもね変えていくと思います。でそこら辺がクリアされると意外とまだこのラケット使えるわっていうことがあったりしますんで、はい、もしよろしければですね、そのあたりをちょっとチェックしながら新しいラケット買えるかどうか、自分のラケットが劣化してるかどうかをチェックしてみてください。よろしければご参考ください。今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。